はい、どうも、ヘツボです。ということで、今日のマリオカートツアーは何をやるかと言いますと、デイリーもないのに何すんのっていうところでですね、今日のマリオカートツアーは当然ワールドマッチ4連戦あるんだけど、ワールドマッチ4連戦プラス、今回の対象カップであるミーカップのね、ワルイジピンボール R、こちらをですね、取り急ぎ1000ポイントね、あげるような練習をしてみたいなと思っております。はい、そんな感じで行ってみましょう。ということで、多分ね、ワールイジピンボールの方が時間かかるから、今回はワールドマッチから行ってみましょう。では、ワールドマッチ、初戦はどこになるんでしょうか？わかりませんか？行ってみましょう。レッツゴー。はい、初戦はピーチカップ 3DS クッパキャスル X ということで行ってみましょう。読み込み遅えな。これなんか嫌な予感すんな。いける？よし。はい！早いね、ピーチさん。ピーチさん、お早いんじゃなくて？こっち行って、加速からのこっち向きの方が、あっちょ、お、ちょ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 っと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。え？何か、のたまってみましたが、特に何も起こることなく、最下位を激走しております。これはまずい。毎回まずいんだけど、今回特にまずいな。クッパキャッスルね。クッパキャッスル、なんかいいショトカポイントとかないもんね、このコース。ただ単にクラスにはちょっと基本的なところが熱そうだなと思うぐらいの話で。はい。多分ここしかないと思うんだよね。使うとしたら、キラーさん。飛んでるところの速度があんま変わんないから、キラー使いたいよねっていうところになると思う。あー、くそ。めっちゃ被ってんな。ラインが。やりづらい、すごく。1位の人、めっちゃ俺とライン同じく走ってるから、すげえ走りづらいわ。でもなんか、ピーチの人いなくなったな。あ、でもすげえぴったりくっつかれてる。これはまずいね。こんなぴったりくっつかれると、やりづらくてしょうがないわ。いけるか、いけるか、いけるか。よっしゃー、ありがとう。しゃー、ということでね、ついに来ましたね、スーパーウィンね。うん。俺がめちゃくちゃ不得意にしているってか、あんまり別に得意じゃないなと思っている、このクッパキャッスルでまさかいただけると思いませんでしたね。いやー、よかった。ついに来たよ。いや、ありがとう。おー、すごい、ついにバッチついたよ。え、これなんか強制的に大会みたいにされたけど、そういうのなんか、そういう感じじゃないですか？強制大会みたいな感じじゃないですか？よーし、ありがとうございます。今回もね、無事、スーパーウィン達成ということでね。あ、なんかいっぱいお金来るね。お金めっちゃ来るじゃん。ルビー10個。ルビー10個は熱くない？よし。ということで、続きやってまいりましょう。残り3連戦あるからね。あとはもう楽な気持ちで、一緒に走っていただける皆さんと、日々な、一本でもね、楽しい時間を共有できればな、なんて、そんな風に思っておりますよ、私は。はい。よし。ということで、2戦目はノコノコビーチ2R ということでね。はい。のこのこビーチ 2R もさっき前回の動画でさ、デイジーで走ってるけど、むずいよね、ここ完全に。後ろからなんか偶然あんまり人来てないからいいけど、怖いな。光物が近づいているな。光輝きし何かが近づいているな。嘘だろ。なんもう
あーもう、あーもう、あーあ、なんか不運な人っているもんだね。ほんとね、あんな、なんか意気揚々とさ、いっぱい甲羅をぶつけていったのにさ、うわー怖っ、怖っ、あんなところにバナナ、あんなところにバナナ落ちてるもんなんですね。これは、あれだね、下通ってみたけど、上飛んだ方が多分いいんだね。結局。あー、ちょっと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 、俺にさ、そんなにぶつけたってさ、何にもいいことないんだぜ。あー、ちょっと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 、なんで今何も、なんで今何も接近してますよ、が出なかったの？なんかおかしくない？なんで俺のところだけさ、今接近してましたよが出なかったの？しかも見事なビリだね、これね。はい、3戦目は Nintendo 64カラカラ砂漠 2X ということね。はい。ここはさ、うっかりしてるとさ、2周目がねえからさ、気をつけないといけないよねって、いけないよねって思うわけですよ。開いたー、開いた。ほんとさ、ほんとなんだろうね、もうさ、私ね、最近私の動画見始めてくれた方はわからないと思うんだけど、思うんだけどね、私このゲーム始めたぐらいからさ、ずーっと同じジンクスをさ、味わってるんだけど、あの主人公のさ、このゲームのさ主人公たる、おひげのおじさんいるじゃない、あのおひげのおじさんのさ、弟君ね、彼とね絶対合わないのよね。彼がさ出てるってか、彼を使ってる人いると絶対になんかね勝てなかったりするの。そういうのってあんのかな、やっぱりみんなも。まあ俺以外聞いたことないんだけど。ということでね、そうなのよ、もう絶対さ、なんかさ、あ、なんかアイテムぶつけてくるやついる、アイテムぶつけてきてるやついると思って、やだなーと思ってると絶対あいつなの、次男の方なの、ヒゲの。いやだなーと思いながら、あ、なんとか3位ですね。はいはい、最終戦は一周回って 3DS クッパキャスル X ということで行ってみましょう。どこにいる？やつどこにいる？あ、そこにいるな。よし。はい。ここでさ、ガツンって来る時あるけどさ、あれってやっぱ最高速度の違いとかなのかな。あー、ちょっと今角度つけすぎたんだ。今角度つけすぎたか。今ギリいけると思ったんだけどな。オッケー、よし、行きましょう行きましょう、こっから行きましょう行きましょう。だけど後ろからバンバン来てる、後ろからバンバン来てるんだから。赤コーラがあいつバカだな、本当にさ、もうさ、もうバカの一つ覚えみたいに赤コーラ大事に抱えてやがって、あの野郎がすげえ金置いて、もうさ、やっぱりそうだよね。見た、やっぱりさ、俺がこういう困ってる時に一撃加えてくるやつって絶対やつなわけですよ。今みたいなことがね、もうこのゲーム始めてからずっとあるの。何なんだろうね、この現象。あなたの習性、このゲームで戦う敵はこいつですみたいな。うっつなんだ今のうざさ、今のうざさやばい。いっつー、なんだよこいつら、絶対チームだろ、チームでいるだろこいつら。もう、あい、あ、え、え、今何、今何、今の攻撃何、今の攻撃意味がわからなかったけど、最終レースこんな感じなの。最終レースだよ。嘘だろ。やばすぎ。最終レースなのにこんなにボコボコ。
わあ、もう最終レースなのにこんなボコボコかよ。もうショックだわ。4位とか、またこの微妙な順位。いや、もうやらかしました。はい、ということでですね、いやーワールド良かったね。しかしスーパーウィンできて良かったと思います。はい、じゃあちょっとあのね、最初は冒頭ね宣言していた通り、1000ポイント上げれるかシリーズということでね、やってみたいと思いますよ。あとはね、 CPU がね、 CPU がどれぐらい強いかでね。はい、この圧倒的無課金コーデ悪い字で、ここはここさ、マジ運ゲーだよね、ここ。あ、ちょ、怖いってば、あの兵法とか言う人、何をそんなに恐れているの？何をそんなに恐れ、おぬぬき、この私を妨害しようとしてくるのか、あいつは。困ったもんだぜ、ほんとに。内側と外側、あんま変わんない。変わんないけれども、なんだよ、もう。なんか、あの人光ってない？光ってないっていうか、もともと金色の人なのね。よし、オッケー、ナイス。よし、ナイス。ここら辺でちょろっと出てくれれば赤コーラお見舞いしてやるんだけど。OK、ナイス。あ、怖い。OK、ギリセーフ。ここ多分イン通ってかないと弾来るよね、上から。弾来ない、ラッキー。弾来ないとか言ってると来たりすんだよな。なんだ今の画面のフリーズ現象をやめてくれ。危ねえ、来てる。ちゃんと来てるわ。え、にしても NPC だとしても、後ろ全然来ないね。なんかそういう、あの、気分なのかな、今日は。なんかないっすか？ナイスコイン！コインナイス！よし、8000。14,945。ここって何ポイントだっけ？ここっていくらなんだっけ？これは何もないでしょ、これ。もう、4位って。はい。しかし、にしてもフィーバーしなさすぎじゃない？この子はあのフィーバー対象案件なんですけど、フィーバーしなさすぎだね。痛い、もうさ、なんでそんなに砂好きなの、みんな。スナイプ祭りなの？マジ、ほんとスナイプしてくるわ。もうスナイプを生きがいにしてるとしか思えない。奥のダッシュプレート行きたいね。オッケー。あのさ、このありとあらゆるものがあるからさ、やりやすいなとは思うんだけど、そんなにポイント伸びてないんだよな。いや、しかし本当に出ない。なんでこんなに出ないんだろう。あ、痛い。しかも痛いっていうね。何あの青色の乗り物。しかも挙句の果てにキノコ持ってる、あいつ。キノコをなんかお弁当代わりに持っている、あいつ。よし。やっと来たフィーバーがこれ。
やっと来たのにクラクションフィーバーなんて中途半端なのが来しまった。なんかあるんですか？一個だけコイン出ましたけど。あーこんなですか、こんなですか。あーまあいいぐらいじゃないでしょうか。1000ポイントということですね。いやこれはちょっとねかなり研究が必要だなというところで、まあもうほぼほぼ達成というところでやらせてみたいと思います。はい、この後ねちょっと自主トレをし、この1万5000の記録をねもっと伸ばせるように頑張っていきたいと思います。いやー次のリーグ早く上がりたいな。次のリーグに上がれるように応援していただける方はぜひですねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そしてですねもう時間あればで構いませんので、こちらの動画ですねぜひ拡散していただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。また明日も見に来てくださいね。それではまた。